こんにちは、川口春奈です。木南春香です。畑芽衣です。畑さんは今日初めてお会いして、今日初めましてですね、なんですけど、なんか小柄で本当に可愛らしい感じだけど、どしっとこう肝が座ってるような感じの嬉しい大先輩なんです、うん、ちょっとそわそわしてもいたんですけど、可愛いです目がすごい可愛いですっていうのがおかしいですよね。いやいや、目がめっちゃ綺麗で、見どころの一つかもしれません、畑さんの美しい瞳が、はい、ここは初めまして で、ね、初めましてで、あの人間に同じ人間に同じすっごい昔に共演じゃないけど、うん、同じドラマには出てた、覚えてないでしょ覚えてないでしょ、覚えてる、絶対覚えてない絶対覚えてない、打ち上げで挨拶したのは覚えてる、覚えてる、覚えてないでもその時本当に高校生ぐらいの時だったから、なんか大人になったっていう感じ、本当ですか。私でも木南さんそのまんまの方、うん、なんかすごいカラッとしてるかっこいい女性というか、こんな私もお姉ちゃんいるんですけど、なんかお姉ちゃんっぽいっていうか、まあ、今回の設定が姉ですけど、リアルにそうなんだけど、こんなお姉ちゃんいたらいいなっていうような、すごい頼りがいのあるハンサムな、あのご本人の印象もそうでした、うん、YouTube ずっと見てるので、もうそのまんまっていうか、本当に素が裏表なさそうな印象で勝手に、裏表あるかも、えっドキドキドキあんまりなんか焦ったりあんまないんですけど、やっぱり大きな節目の年にはなると思うんで、19もそうだけど29も、今回のその7っていうキャラクターも、うん、あのその年齢に対して思わないわけではないというか、30が迫ってきて、ああ20代も終わっちゃうんだっていう、何とも言えない気持ちはあるなぐらいで、あと周りの、ね、友達とか環境もライフステージが変わったりとか、いろんな変化がある中で、うん、感慨深いなっていう感じではありますね。29の時そう思ったんですけど、なんかその台が1個上がるっていうことを大きく考えたくないがゆえに、28ぐらいから30歳のつもりで生きていくっていう、なんか予行演習みたいな感じで、なんか2年ぐらい準備しておけば、なんかそのボーダーラインを超える勢いがつきそうな気がして、今も40代に向けて準備している感じの気持ちはあります。特に何をするってわけじゃないんですけど、心構えとして、何かこう、あ、40来るっていうよりかは、もう私も40代に入ってますっていう気持ちで生きるという準備が必要なくらいラインは感じている気がします、うん、19歳の時私はすごく大人になりたい気持ちと、こうしがらみとかそういうものから逃れたいっていう気持ちがすごいせめぎ合っていたような思い出がすごくあって、子役からずっとお仕事してきてるんですけど、20歳になることによって、成人することによって、何か周りの役者さんたちの仲間入りできるっていう気持ちもあれば、子供のままでいたいっていう気持ちもあったり、だからそういう部分は今回お芝居するその初見に通ずる部分もあるのかなと思いながら、こう19歳の時を思い返しながらお芝居しようと思って、買い物が好きっていう情報を来てるんですけど、買い物が好きな方だと思う。はい、これくらいちょっと好きなんだけど、すごい食べれなくて諦めたりとかして、あ、私好きなんですけど、やっぱ年々こうお腹がデリケートになってきて弱くなってきつつあります。どれくらいのレベル、激辛みたいなのがいけるってこと？昔は本当に
誰も行けないの行けたりしてたんですけど、すごっ、ちょっと今ダメージがあるんでピリ辛ぐらいか弱普通普通普通じゃん、何あげたんですピリピリで、じゃまだまだ私結構強いなんですね、あ、そうですね未来の私ってことですね、ピリ辛ぐらいやっぱいけるんです、激辛です、激辛、へぇ、全然いける、大好きです。私は大場初美ちゃんという19歳の三姉妹の末っ子を演じさせていただきます。こんなに小さい頃からテレビで見ていたひなみさんだったり川口さんたちと姉妹としてお芝居をさせてもらえるということで、すごく今日お会いしてやる気がみなぎっております。19歳って私自身もすごく人生の岐路に立って悩んだ年齢でもあったので、19歳の時の自分を振り返しながら葛藤だったりとか恋心だったりいろいろ描けていけたらいいなと思っております。ぜひご覧ください。100点です。あ、そうです。緊張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 。私は三姉妹の長女の睦月を演じさせていただくんですけど、10個ずつ差、あの年の差がある姉妹っていうのはなかなか珍しい姉妹だと思うんですけど、これから仲を深めて、姉妹感を出していけたらいいなと思っております。そして私は夫に離婚を告げられるという話になってるんですけど、いや本当に想像しがたい展開なんですけど、その辺含めて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。私は29歳の、この3人次女ナナを演じさせていただきます。不思議だけどすごくコミカルな楽しい家族だなと思っています。なんか仕事に恋に家族になんだかこれでいいのかなっていう感じで悩みながらもがきながら一生懸命演じさせていただきたいなと思います。特に女性の方には響いてもらったり元気をもらえたりとかするメッセージを少しでも受け取っていただければなと思います。撮影頑張ります、はい、ぜひよろしくお願いいたします。4月スタート金曜ドラマナインボーダー、お楽しみに。ときめく時を TBS。